今からカットをいたします。説明をね、いつもこうやって席に着いてからどこがこの1ヶ月やりにくかったかなど、マールのマサトさんという方に来ていただいてるんですけど、そこに言ってよかった。マールのマサトさんっていうすごい身長の高いお兄さんです。ずっと来てもらってます。よろしくお願いします。で、まあ、今日はちょっと一番分かりやすい状態かなと思うんですけど、長くなってきました。なんかちょっとボブ感がね、マサトさんといつもこうなるとあれだよねって話すのが、こう丸みがどうしても出てきちゃう。こういうところ、そう、こことあとこのてっぺんが重くなって、ここが気が立つ、そうそうそう、動かなくなるのでベタッとしてしまう。後ろも見ていただけると、そうね、ここがちょっと厚みが出てきて、はい、下がってきて、そうなんです。ちょっと上げたいわけじゃない。そうなんです。そう、昔はなんかこうしたかったんですけど、ちょっとマダム感が強くなるということで、最近はそれをちょっと抑えてます。ここの重さをまず取って、ピタッと襟足っぽく作ってから、ここ削っていくんですよね。はい、長さ調整してね。そうです。で、最後にこの辺のふんわり感とか、そうだね、そうつけてるから、まあ、濡らさないで、ちょっといらないところを見ながらやっていこうかな。だいたい皆さん、チャンプしてから切ると思うんですけど、実はシャンプーをする前にドライの状態で切ります。そうするとなんか今までちょっとこの1ヶ月やりにくかった部分とか、自分でセットしてきた時のこの感じ、やりにくさっていうのが分かりやすいので、そうしてます。少し削って、ここだよね。この手タンクなりやすいから、ここら辺にちょっと、はい、この辺にいつもなんか謎の重さが出てくるんです、私の場合。なのでこの辺を調整して、ポテストなやつに幅がやってるから、そうなんです。あんま行き過ぎても男っぽくなりすぎちゃうので、なんか微妙な位置でいいと思います。切ります。せーのかな、切りましょう。とりあえず手振っとけばいいのか。そう、とりあえず始めます。間がいたら手を振っときます。そうそう、私が勝手に思ってたんですけど、その濡らした状態だと自分が今どういう状態に髪の毛がなってるのかが、こう説明しづらいっていうか、どこがいらなかったか分かんない。そう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 、前髪もね、もう謎の前髪になってきてます。見てください、こんな状態。ガタガタ切り、後ろから行きます、見えねえよって。こちらのカメラでどうぞ。梅ちゃんカメラで。毎回髪型について聞いてくださってありがとうございます。なんですけど、美容師さんがいる前で言うのもあれなんですが、特別な切り方をしてるわけでも本当にないんです。今ちょっと卑弥呼様みたいになってますけど、その辺はちょっと襟足っぽくしたい、襟足っぽくしたいよね。今日はね、うちのマネージャーの梅さんも渾身のデビュー作。そうなんですよ、デビュー戦なんで。緊張がみんなに伝わって。そうなんです、分かりやすい、分かりやすすぎて。これからもね、多分マネージャーの梅さんは出てくると思うんで、どんな人かね、ちゃんと言っとかないと。太田プロのマネージャーさんです。梅さんはどんな方を他にやってらっしゃるんですか？他はね、気になる人ですか？そうですよね。ああ、いい感じ。誰ですか？鉄道がね、すごく好き。へぇ、音楽がめちゃめちゃ好き。すごい。趣味ばっかりやってる。芸人さんがいるんだ。25年くらいです。いいですね、そういう人もいつか出ていただきたい。神宮寺島っていう。誰ですか？まだお会いしたことないですよね、多分。いやー、面白い人いっぱいいるからね。発掘してったらもう面白い人だらけですよ。
メさんは実は女性のタレントさんをやったことがないんですよね。そう、マネージメントしたことがないんですよ。だからもう戸惑ってます。この本当はもうやっぱやりたくなかった。ね、そうですね。ほらもう、そうなん、女性タレントってやっぱガビアから出てこないイメージがあるね。そうなんだって。そうらしいよ。聞いたことない。聞いたこと、でもなんかね、たまにね、うん、そういうのもあったりね、なかったりね。そうメルヘンの中ですけど、うん、でもよかった、ちゃんとガビアから出てきた。それだけで評価されるって。おお、すごい。私も元気に出ていきたいと思います。ガビアからそれで褒めていただけるなら。いいですね、この毎回梅さんのこぼれ話っていうのがちょっと入ってくると。ね、今日のオタプロ、ちょっと髪型について話した方がいいんですけど。なんかありますかね。特にないんですよね、別に。まあとりあえずね、ベースの形を決めて、はい、ベースでこうメリハリをしっかりつけた上を両手出したり、うん、なんかこう形に、ね、再現しやすいとか自分でやりやすいというのが。そう、結局は多分自分でやりやすいかどうかで、ここから帰る時の髪型にはならないんですよ。お兄ちゃんの前にお仕事が自分でやることもあるじゃない。そうだね、もうね、他の人の YouTube で美容師さんのかな、エミエミリーの髪型についてっつって言ってくださってて、私のこうちょっと美容室で撮った多少ちょっとだけ固めてる、その日すごく立ち上がりが強くて、すごい根元から立ち上がった時の写真がこう出てて、この写真は風が吹いたらもうカツラみたいになりますって言われて、マジでと思って、カツラ出てたカツラだったんだあれみたいなぐらいのことを言ってて、そんなに固めてないよって思いながら、やっぱこうね、美容師さんが想像して言ってくださるから、すごい剛毛だって書かれてた時もあった。そうそうそう、硬くて硬くてもう剛毛だからこうなります。ボリューム抑えるのが大変。一緒に読んだんだよね。すごい人だって。私人生で剛毛だったことないなと思って。硬い毛だと思われてたんですね。そうそうそう、きっとね。どうなんですか、私の髪質は。柔らかいし、ペタンとなりやすいですね、うん、パーマもよく聞かれるんですよ。パーマを、うん、かけてますかって、うん、でも私パーマが本当かからなくて、ふやーんってなんか根っこが ないんですよ。ホールドされないから、なんかこう巻きつけて置いといても、ってなって、こう表面だけが傷んで、うねってなって終わるっていう。そうそうそう、だからパーマが本当にダメな髪質だよね。でもストレートのアイロンとか、そのずっと巻いてた時も全然痛まなかった。毛質がそもそも丈夫なんだよね。そう、多分そんな弱くはないんだろうけど、パーマ液には本当にガゼ頭が上がらない状態です。勝ち目なし、パーマだけは。でも自分の髪にも癖があるから、そう、ちょうどいいし、なんか意外と持つんだよね。そうそうそう、たまにうねらせたりしますけど、ママはもう多分しないだろうな。これから先相当痛めつけないと多分かからない。あれ、うん、何？あれカツラです。あれカツラです。今ちょっとここにインサート入ってます。あれはカツラをいつも被らせていただいて。でもちっちゃい頃はシャーリーテンプルっていうのに、うちのおばあちゃんが憧れてて、くるくるにショートでかけられて、学校行くのが本当恥ずかしかったな。なるべくこう伸ばして学校には行ってたけど、でもあの時はかかってた。まだ全然上がってきましたね。ショートとボブの違いって何なんですか。ボブはだいたいこの辺のラインからの直線的なスタイル、うんうん、その分だいたい総称してだいたいボブなんで、うんうん、ショートっていうのはここでもショートボブだし、そうだよね。ボブはもうスタイルの話で、形の話で、ショートみたいなのが長さの話だから、ああそういうことか。そうだからショートのボブって言われたらこのくらいのショート。私は誰なの。私は
エミリーボール。あのショートなの。ショートなの、ね、私は。だってよくヤフーニュースでさ、すごい女優さんがさショートにしましたっていうさ、なんかショートにした髪の毛を披露したみたいなんで、あ、どんぐらい切ったんだろうって言うとすごい長かったりするじゃん。ショートじゃなくないって。そう、バッサリショートにっつって、いろいろあんのかな、その短くっていうのが分かんないんだよね、私あれが。まあ長かった人はこれぐらいの部分にしたら、まあショートになるのか、印象的に。まあ、あれショートだとしたらもう私は坊主だよね。いつかね、坊主もしてみたいですけど。これが絶対私跳ねます。跳ねるのは癖ですよね。私はもう盆栽をカットするかのように切ってくれっていつも、ここもうちょっと切ってとか、この部分もうちょっとっていうのを最後に見るんですけど、自分の理想がねすごくあるんで。トーク歴はどれくらいなんですか？もう長いですね。娘が生まれて1年ぐらいして切ったんだよね、がっつり久しぶりに。それまでもショートだったんですけど、子育てでこうショートに朝セットするのがめんどくさいなと思って、まあ、歴としては結構長いけど、ちょこちょここう長くしたりはしてるんですけどね、ロングはもうずっとしてないです。相当ね今短くなってきましたよ、サイドが。マサトさんに切ってもらってますっていう人がたくさん来てくれます。ヒムさんにしてくださいっていう人もたくさん来てくれます。いや嬉しいです、嬉しいですけど、なんかでもしたんだけどならないって言われるとどうしたらいいんだろうなって、どうやって答えたらいいんだろう、一緒に悩んじゃう。そうそうそう、なんかね、でも私そういう人の方の髪型の方が好きだったりするのよ。私それになりたい。絶妙な重さがみんな好きなんだよね。なるほど。そのさっき言ってたさ、上がりすぎるとアダム感がある、ちょっとショートにするとこう年齢高めに見えないっていうところが、20代だったらいい、最近結構男の子っぽくしてます。そうね。あの前髪も長めで流してたの、まあ、今ちょっと伸びちゃってますけど、ストレート感ですね。そうです、そうです、濡れてるストレート感に憧れてます。長いくなったね、なってきたね、生まれてからね。そうだね。で連載とかもずっとヘアをやってもらってて、そうそうそう、うん、気づいたら7年とかじゃない。終わった時にやってた。そう私の顔あの毛だらけになっていくんですけど、今日もう全然見ないでください。まあでも相当短くなりましたよ。ここが今見えると思うんですけど、さっきの長さと全然、ここがここの位置に上がってますよね。さっきここだったんですけど、私の目でこの辺りにいつも。これもね、上げるんだけど、上げすぎちゃうとすごい帽子になっちゃう。そうですね。ここを削るけど、ここにはちょっと丸みが残ってる、うん、ご自分のきっとね、こう普段自分で髪を触ってて、どこがやりにくいとか、ユウさんにがっつり言った方が、そうですね、きっと答えてくれるはずです。ポイントでこの毛がいらないっていうね、これって、うん、ここが重いんだよね、ここが、みたいな。ポイントね。そうですね。ここはちょっと残しておくと不安にならないです。そうここです。でもここが長くなるとすごくもったりします。前髪のような前髪じゃないよ。これは残しておく。なんかこの辺でこう重さ作れる。うん。この人がいるのといないのとでも結構人生変わります。出会いを大切に。一期一会。一期一会。前髪って怖いよね。パッチョからね。うん。だから私あの髪の毛を変えたい方におすすめなのは、長い頃と前髪を変えないで長さだけ変えるみたいな、なんか前髪の印象を変えずに切るっていう方が安心なのかなって。見慣れてる顔ではない。そうそうそう、私がそうだったんですけど、最初やっぱりこの斜めの前髪をがっつり残しつつ切ったから、そう、そういう方が
多分安心。ショートにその不安な人は、うん、もしかしたら安心かも。不安になったらインスタにご連絡ください。大丈夫だよ大丈夫だよって言葉だけは言えると思う。伸びるからって毛はほら最近のエミリヘアにちょっとなったの分かりますかね。ここもつながってて、ここがちょっと長いかもっていつも思うんですよね。ね、なんかね、自分でこう触った時にね、きっと皆さんあれあれっていうのが、ここでなくなるとすごい短いかも。ここがちゃんとここ細く、でもここは意外と長さがあるんで、でここまでありますからね。この人がね、髪を飛ばします。そっちで飛んでいきますよ。みんな気をつけてください。私のあのインスタで髪の毛を乾かす動画がものすごい再生回数今日もなりますかね、これで。セルフがいいって言われちゃうんですよ。あ、そうか、人じゃなくてね。自分でどうやってんのか見れるかあれかな、やっぱり真似しやすいのかな。そうだのかもしれない。すごい毛だらけです。それで最後自分でいつもブローをします。ラストブロー、大体周りを僕がやって、はい、ちょっとだけこう短めかなって思うぐらいに切っとく時の方が持ちがいい気が私はしています。帰りがちょうどいいと伸びんの超早いです、ショートって。なんか私の前髪ってどこからが前髪なのかがいつも分かんない。クロスをかけてる状態と自分の洋服が映った時の状態って全然印象が違うので、そうそうそう、ちょっとそこは確認した方が絶対いいなって、私ショートは特にそう思います。首からのバランスだったり、ここをこうやっといてもらえれば非常にセットしやすいです。で最近はあんまりセットする時もここのピタっていうよりはなんかこれぐらいのイメージでいます。そうすると少年っぽさが明るい。でもなんか今日は意外と良さそうですよ。上も短くなってますね。ここにやっぱり短い髪がちょっとあるのとないのとじゃ結構違います。この辺最近こう耳にかけちゃったりもするので、そういうのも自分でどういう髪にしたいか、両方いける感じですね今ね。たまり、先生がたまりが気になるそうです。この辺いつもかけちゃうから、耳の後ろにたまりやすい。耳の後ろですね。先に少し削っておく。横から見た時のね、絵面のあまりもなくなりましたね。最近これぐらいが好きですね。なんかもう何だったらいつかちょっとハイライト入れたいなって思ってるぐらい。あ、いいですね。さっぱりと。うん。もうこれぐらいにやっといてようやくって感じですからね。ナチュラルな、まあ、何にもつけてない状態です。長さ的にはこの辺が。私で耳の真ん中あたりですね。ポイントはこのてっぺんをちょっと短くすいてもらい、こっちも多分やった方がバランスがいいと思います。で横から見た時の、この重さですね。あんまりポコってさせず、耳にかけてもこう馴染むようにしていただくのがポイントなのかもしれません。以上です。チャンネル登録お願いします。